川端です。よろしくお願いします。今回は絶対値の含む不等式の解説をしていきたいというふうに思います。ここの問題はですね、高校1年生が結構つまずきやすいところかなというふうに思います。一つ一つ丁寧にね、解説していきたいというふうに思っております。まず1番なんですけれども、絶対値 x-1 小なり2ということなんですけれども、例えば絶対値 x 小なり2と言われたらですね、これはね、ちょっと一発で出て、できてほしいんですね。この絶対値っていうのはですね、この原点 O からの距離なんですね。で、原点 O、まあ、0からの距離がですね、2未満ということなので、2未満になっているわけですから、マイナス2から2。まあ、正確に言うと、マイナス2より大きくて2未満ですね。こっから2未満だよということなので、これを解いたら、マイナス2、小なり x、小なり2というぐらいになります。したがって、絶対値 x-1、小なり2と言われたらですね、ここを、ね、一つの塊だと思えばですね、この塊がマイナス2より大きくて、2より小さいよということなのでこのようになります。で、ここで x について解けばいいので辺辺に1を足すことによってね、x の範囲を求めることができますね。x-1 に x 足して x、2足す1で3、マイナス2足す1でマイナス1。なのでマイナス1より大きくて、3より小さいというのが答えになります。はい、続いて、カッコ2番なんですが、絶対値 x-1、小なり 2x。まあ、先ほどの問題と違って、ここに x がついただけです。で、これはどのようにして解くかと言われたらですね、まず基本はですね、絶対値を外して考えます。で、絶対値を外すときはですね、この絶対値の中身が0以上か0未満かで、場合を分けて絶対値を外すということになります。まあ、どういうことかというと、まあ、例えば、2の絶対値と言われたらこれ2なんですね。まあ、原点 O から0から2離れてる。ね。2はね。なので、2の絶対値と言われたら2ですね。で、ただ、マイナス2の絶対値と言われたらですね、これマイナス2になるわけじゃないですね。マイナス2の絶対値と言われたら0からこれ2離れてるわけなので、これを計算したら2になるわけです。で、ただ、マイナス2っていう数字を使いたかったら、マイナスかけて外すわけですね。なので、マイナスカッコマイナス2という具合になります。つまりですね、この絶対値の中身が0以上の時はそのまま外れていい。ただし、絶対値の中身が0より小さい時はですね、マイナスをつけて外すことになります。マイナスをつけて外すと。そこがね、ポイントとなります。そうすると、今回の問題はですね、絶対値 x-1 となってるので、ちょうど x が1の時に0になりますね。絶対値の中身が。なので、x が1以上か。1以上の時は、ここの絶対値の中身は必ず0以上になります。もしくは、1未満か。1より小さい時はですね、この絶対値の中身がマイナスになります。そこで場合分けをするということですね。なので、まずじゃあ、x が1以上の時。これだったら絶対値を外して、x-1、小なり 2x と、そのまま外れるよと。で、あとはこれを解くんですが、マイナス x 小なり、マイナス1移行して1。で、マイナス1かけて x、不等号の向きひっくり返して、マイナス1と。で、ここで、今、この条件の時、これが出たわけですね。今、x が1以上の時に、マイナス1より大きいという具合に出たわけですから、そうすると、重なったところが答えになります。重なったところ。なので、マイナス1より大きいと出てますが、重なったところは、1以上なので、これ x 大なりイコール1より、これとこれのね、共通範囲、重なったところね、共通範囲を求めて、x が1以上をという具合に、まず出ます。はい。続いて、今度はですね、先ほど言ったように、
絶対値の中身がマイナスになっちゃうとき、その時は1より小さいときです。x が1より小さいとき、このときは絶対値はですね、マイナスをつけて外すことになります。なんでマイナスカッコ x 引く1小なり 2x というぐらいになります。そうするとこれを解いてですね、マイナス x 引く 2x でプラス1移行してマイナス1よってマイナス 3x 小なりマイナスしてマイナス3分の1をかけて、不等号の向きひっくり返るから x 大なり3分の1なので、3分の1より大きいよっていう範囲で、1より小さいですね。先ほど言ったように、この範囲の時にこうだって言ってるわけですから、重なったところが答えになります。なので、x が1より小さいっていうこととの共通範囲ですね。共通範囲、重なったところを求めて、3分の1より大きくて、1未満ということになるわけですね。はい。で、答えは、これも答えだし、これも答えなんですね。なので、これも答え、これも答えってことなんで、最後、答えを合わせます。一応ね、数直線で書くと、1以上ですね。1以上も答えだよ。で、あとは、3分の1、6で1より小さいも答えなんですね。ってことはですね、ってことはですね、結局、この1は範囲になるわけですから、これとこれを合わせたら、結局は3分の1より大きいってことですよね。なので、このね、丸1と丸2合わせてですね。丸1、丸2合わせて、答えは、これも答えですし、これも答えってことは、まとめることができると。まあ、別々に答えてもね、×になるわけじゃないんだけれども、まあ、綺麗にまとめた方がいいよっていうことで、x 大なり3分の1というのが答えになります。で、ただですね、これ今、場合分けしたんですけれども、実はですね、これ場合分けしなくても、今回は答え出ます。場合分けしなくても答え出ます。ぜひね、これは、覚えておいてほしい。まあ、これね、教科書にはね、載ってないことなんですけれども、まあ、先ほどですね、この絶対値 x-1 小なり2を、まあ、このようにして一発でバチッとやりましたよね。で、これが実は、この x になってたとしても、実はできるんです。どういうことかというと、ここの2のところが 2x になってる。ここ 2x にしてしまっていいんですよ。この絶対値 x 引く1小なり 2x ですが、これマイナス 2x 小なり x 引く1小なり 2x、 これを変形すると実はこれになるんですね。まあ、なぜそうなるかっていう話はちょっと後で しますが、これを変形したらこうなるのです。そうするとですね、いわゆる場合分けが必要ないので、まあ、ちょっと楽ですね。はい。でただこの連立不等式を解くということはですね、これは2つに分けます、これとこれに分けます。2つに分けてください。そうすると、マイナス 2x 小なり x 引く1かつ x 引く1小なり 2x、まあ、かつの時こうやってね、にょろっとしたカッコつけますけどね、これかつこれという具合になって、で、これ解いて、x 移行して、マイナス 3x 小なりマイナス1。これ移行して、マイナス x 小なり1。で、これをそれぞれ解いて、それぞれ解きますと、マイナス3で割って、x 大なり3分の1。こっち解くと、マイナス1をかけて、x 大なり、マイナス1という具合になりますね。したがって、マイナス1より大きいよ。で、3分の1より大きいよ。ということで、重なったところ、今回、かつですかね。これかつこれ。なので、よって答えは、x 大なり3分の1という具合になるわけです。先ほど説明したように、この式というのはですね、変形すると、マイナス 2x 小なり x 引く1小なり 2x という形で絶対値を外すことができます。じゃあなんでこんなことがね、言えるのかということなんですけれども、ちょっとね、わかりやすく説明するために、ちょっと 2x のところをちょっと y とします。
そうするとですね、この領域ですね、今数学2でやるやつなので、ちょっと高校1年生にとってはちょっと、話を聞いても難しく感じるかもしれませんが、なるべく分かりやすく説明したいと思ってるんですけど、絶対値 x-1 小なり y マイナス y 小なり x-1 小なり y、 これとこれっていうのはですね、実は同じ領域の部分を指してるんですね。どういうことかというと、まずこの y イコール絶対値 x-1 のグラフ、これは先ほど説明したように絶対値を外すと、x が1以上だったら x-1 になり、 x が1より小さいときはマイナスをつけて外す、つまりマイナスカッコ x-1 なのでマイナス x 足す1になるよと。でこれを図示するとですね、y イコール x-1 というのがこういう直線、切片がマイナス1で傾きが1の直線なので、こんな感じになって、で x が1以上なのでちょうど1の時ちょうど0になりますね。なのでこういう直線になると、まあ、半直線ですね、半直線になって、で x が1より小さい時は y イコールマイナス x 足す1になりますので、こうなると。でそうするとですね、今小なり y っていうことなので、この y の方が大きい、まあ、ちょっとね、ちょっと説明しやすいように、例えば y 大なり x って言われたら y イコール x っていう直線でこうですよね。で y の方が大きいっていうのは、どういうことかっていうと、この直線より上にあるってことなんですね。まあ、例えば x が1で y が2、これ1カンマ2っていう点っていうのは、この式を満たしますよね、ということなんで、これを境目に上になっていれば、この y 大なり x っていう領域を満たしてるんですね。なので今回も、このね v なんですけども、これ小なり y なんで y の方が大きいってことは、ここの部分の領域を表してるんですね。これが、この領域を図しろというのはこの領域なんですよ。で続いてこちら側なんですけども、これも同じように、やるとですね、まずマイナス y 小なり x-1、かつ、x-1 小なり y なんですけども、上の式はマイナスかけて y 大なりマイナス x 足す1。で、これは右と左チェンジして y 大なり x-1。こちらのグラフをですね、領域を図示したいと思います。そうすると、y 大なりマイナス x 足す1なんですけれども、y イコールマイナス x 足す1の直線を書いて、で、y 大なりなので上を塗ることなんですね。上を塗るよと。まあ、ちょっとこう、下書き書いておこうかな。こうあって、こう上を塗ることになります。こう1で、こう上を塗ることになります。で、また y 大なり x-1、y イコール x-1 っていう直線がですね、こういう直線になりますね。こういう直線になります。で、大なりなので、やはり上を塗ることになります。なので、この上かつ、これかつですね、この上なので、やはりここを塗ることになりますね。ということで、結局のところ、ここと、ここね、同じ領域を表してますね。なので、これとこれというのはね、同じなんです。まあ、ちょっとね、実際ここ 2x になってますが、同じように、表すことができるということになります。なので先ほど言ったように、これを解くってことはこれを解くことと同じなので、普通にね、解いてあげて答えが出るということになるわけです。はい、ということでね、絶対値のね、入った不等式ということで、ぜひですね、これみんながね、最初ね、つまずくところです。高校1年生が一番最初につまずくところかなと思ってるんでね、ぜひ動画何回も見てください。まあ、この辺の説明はね、高校2年生で、領域っていうところを勉強したら、説明されるところなので、別に、今の段階でね、理解できなかったとしてもね、構いません。まあ、ただこれがね、こうやって変形できるんだよってことはね、自信持ってやってくれて構わないよということです。以上で解説を終わります。では。